しまいました。その名もプロフェクト G です。イエーイ、ありがとうございます。私は司会の田中です。阿部です。よろしくお願いします。はい、早速ですが、皆様はゴミについてどんなことを知っていらっしゃいますか？今日のこの時間を使って皆様に少しでも多くゴミについて興味を持っていただけたらなと思っております。そしてなんと本日は特別ゲストとしてマリノスのマリノスケ君と、こちらはゴミがとっても少ない星テラ星からやってきました、こちらが黄色い方イオ君です。こんにちは。そしてこちら青い方ですね、こちらミオ君といいます。こんにちは。こちらの黄色いイオ君は横浜スリム32R 夢と書いてスリムのキャラクター。こちらのミオ君は横浜 G30 のキャラクターです。皆様仲良くしてくださいね。それでは早速イオ、ミオと一緒にオープニングテーマを歌いたいと思います。この歌はゴミを絞るとこんなにいいことがたくさんあるよっていう歌を歌ったものです。イオとミオも一緒に歌ってくれるかな。ありがとう。それでは聴いてください。タイトルはゴミ絞り。僕はゴミ、ゴミのような人間じゃなくて、マジで生ゴミ。みんなはいつも僕のことを思い祝祭し知られるし、ああ黒いあいつがやってくる。みんなで生ゴミを絞ろうぜ。絞らなかったら当たり前、汁が出るのは当たり前、重いのも当たり前、臭いのも当たり前。ゴミを絞ると立つのが楽になるよ。できることからみんなで始めてみようよ。ラララララ、こちらのイオとミオから皆さんに伝えたいことがあるんだよね。そうだよ。え、しゃべれたわ。今日は僕たちからゴミを減らすことについて皆さんに知ってもらおうと思うんだ。とっても簡単だからみんなもやってみてね。ではイオとミオからゴミを出す時のテクニックをご紹介します。2人とも準備よろしくね。はい、じゃあちょっと準備をねこれからしていきますので、皆さんちょっとこちらでお待ちくださいね。今日は夏ちょっとまだ暑いですので、皆さんたくさんいろんなもの、大人の方はビールですとか、お子さんたちもジュース、ラムネたくさん飲んで楽しんでいってくださいね。焼き鳥や金魚すくい、じゃがバターも見えております。どんなものがお好きでしょうか。鮎もありますね。食べた後は皆さん分別をしっかりお願いいたします。それでは2人は準備できたかな。はい、それじゃあ劇の始まりです。いいよ、何してるの。ゴミの分別をしてるんだ。ゴミを捨てるときはきちんと分けなきゃいけないんだよね。そうそう。あー、できた。おお、重い。あれ、どうしたの。このゴミ袋すごく重いんだ。何が入ってるの。生ゴミと葉っぱだよ。ずいぶんたくさん入ってるね。そうなんだ。このままだと袋が破れちゃいそうだな。そんな時は水切りだよ。水切り。生ゴミのほとんどは捨ててきているんだよ。だからそれをなくせば軽くなるってわけ。へえ、でも触りたくないな。自分のゴミでしょ。それに匂いの元は水分に入ってるんだよ。だからそれをなくせば臭くなくなるんだよ。どうやってやるの。じゃあやってみるよ。くっさ、
今度からはゴミが出るときにやるようにしようね。分かったよ。それでどうやるの？まずは水切りのネットをビニール袋に入れる。それで逆さまにしてぎゅーっと絞るんだよ。これなら手が汚れなくていいかもしれないね。魚の骨とか硬いものがあるかもしれないからみんな気をつけようね。 CD を持ってこうやって絞るとやりやすいからみんなやってみてね。一粒でゴミが減るんだね。じゃあこれで持っていけるね。おお。頭がどうぞ。おお、まだ重いみたいだね。見てないで手伝ってほしいんだけど。大丈夫、またいいアイデアがあるんだ。残りのゴミは葉っぱでしょ。そうだよ。でもこれは絞っても水なんか出ないよ。ふん、そこで落ちてみるんだよ。布団とか落ちてるでしょ。でもこれもうゴミ袋から出したくないよ。出さなくても大丈夫だよ。袋の口を開けてそのまま干しておくんだ。そうするとほら、うわー、できたよ。そうでしょ、おまけに軽くなってるんだ。持ってごらんよ。うわあ、軽いよ。あ、これなら運べるね。よかったね。今横浜市では荷を少なくするために頑張ってるんだ。ゴミが少なくなれば地球にもいいんだよ。でもどうしてゴミを減らすと地球にいいの？ゴミを燃やせば悪いガスが出るんだ。それに埋めるとこもなくなっちゃう。だから頑張っているんだよ。それじゃあ僕も協力するよ。もっといろんな人がこれを知ってくれるといいね。みんなも生ゴミの水切りと草木の担当よろしくね。はい、ユミオありがとうございました。少しユミオ疲れたと思うから休んでてもらって、この間に部屋のゴミを担当している資源循環局の方に少しインタビューをしたいと思います。伊藤さんです、どうぞ。よろしくお願いします。伊藤さん、今手薬のゴミの状況はどういう状況になっているんですか？皆さんにぜひ聞いてほしいことがあります。去年ですね、横浜市18区中唯一瀬谷区だけゴミが減ってません。結構ご存知の方もいるかと思うんですけども、今瀬谷区、去年ですね、瀬谷区だけ減ってないというのがちょっと今の現状です。そうなんですか、ちょっと残念なニュースでしたね。ではその減っていないゴミに対して私たちは何ができるでしょうか？先ほどですね、いいよとみよも皆さんにお願いしてました。草木の乾燥ですとか、いろいろあります。その他の紙がですね、燃やすゴミにいっぱい入ってしまったり、いろんな状況があります。で、今日はですね、皆さんに水切りネット、水切りをお願いに来ました。生ゴミをですね、燃やすゴミに出す際にちょっと水をギュッと絞ってもらって、燃やすゴミに出していただきたいと思います。で、お試しでですね、家でできるようにそちらで今、お配りしてますんで、ぜひちょっと持ち帰ってですね、試しでやっていただきたいと思ってます。はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんも草木の乾燥と水切りをよろしくお願いいたします。伊藤さん、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、伊藤さん、どうもありがとうございました。ではですね、ここでもう一曲、ゴミステーションの向こうへという曲を演奏させていただきたいと思います。では、この曲は阿部くんが作って歌ってくれるということで、阿部くん、こちらの曲はどんな歌なんでしょうか？はい、朝8時半にゴミを出すのが大変なので、その葛藤を歌った歌です。朝は眠いですから、特に冬とかは寒いですし、布団から出たくないですよね。どんなことがありますか？はい、それに加えて一人一人が分別してゴミを出すことの大切さを歌っていますので、ぜひゆっくり聞いてみてください。はい、皆さん伝わるといいですね。それではゴミステーションの向こうへお聞きください。
先週の僕が間に合わなかった土曜の朝8時半扉開け家から駆け出し家が見つけてションの起きてゴミ出しに行ってくださいね。はい、今日はいろいろとお話をさせていただきました。でもここでそろそろお別れの時間が来てしまったみたいです。いいよとみよも今日はありがとう。それで私たちプロジェクト G の時間は終わりですが、お祭りはまだまだこれから続いていきます。皆さんもたくさん美味しいものを食べてお祭りを楽しんでいてください。そして明日から、いや今日からでもいいんですけど、ゴミ出し、ゴミの水切り、分別、乾燥、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日はお聞きいただきありがとうございました。